最初に、こちらの方聞こえますか大丈夫ですか後ろの方は大丈夫ですねこちらの方も大丈夫ですかはい、大丈夫ですね。あと、インターネットの方で聞こえが悪いとか何かあれば、すぐに連絡をお願いいたします。それで、最初にです、ねえー、と映像が2つできてますので、そちらを見ていただきたいと思います。最初の方はは、先日のカンボジアツアーのその映像で、 その後に、えー、とに3月26日から月あ3月31日まで今年はある、えーと、感謝と賛美とリバイバルキャンプの方の映像ですね、その2本をです、ね、見ていただきたいと思いますので、えー、と電気を消して、えー、いただきたいと思いますそれではお願いいたします。<noise> 最初に聖書を開きたいと思います、えー、使徒の働きの16章の23節、えーと、22節から読みたいと思います。22節から24節、えー、25節ですね、えー。使徒の働きの16章の22節から、えー、25節を読みたいと思います。 徒の働きの十六章の二十二節。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで、鞭で打つように命じ、何度も無知で打たせてから二人を牢に入れて、監守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監守は二人を奥の牢に入れ、足に かせをかけた真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていたお祈りしますどうぞ御言葉を通して必要な言葉を語ってください下様の名前によって祈りますアメン。と皆さんこんばんはこんばんはえっ、ー、と今日あの先ほどあの、えー、と聞いた話なんですけれども えっと今日礼拝に来られた方で,ですね、あのイエス様を信じられた方が女性の方がおられるということです。このことをしに関しまして、<laughs> あのセーションにはえっ、ー、と一人の人が救われたときに天において喜びが湧き上がるっていうが書かれてますので、まあこう喜びがですねこう湧き上がってるわけなんですね。そしてこう永遠に続くものが与えられたっていうのは。 すごいもちろん与えの神様ご自身なんですけれども私たちもその救いの場に立ち会うことができたっていうのはものすごく大きな祝福だと思うんですねそれで「くも日」の方に連載で秋元牧師が黙示録を書えてたんですけれども最終回に永遠について書いてるんですねそれで黙示、まあ、録でこう終わりの時代のことをずっと書いててえっと 新,天新地から新しいこうエルサイムが置いてくるっていうところでなんですけどもそこまで目白録は書かれてるんですけどもそれは永遠の中で考えてみるともう1秒ぐらいっていうかね一日を永遠としたらもう1秒ぐらいかもしれないそこまでは1秒ぐらいかもしれないってことが書いてるんですけども本当にこう永遠に永遠ってちょっとあのどのくらいでしょうね長さあの分かんないですけども。 その永遠に、あのこの永遠の命が与えられる、イエス様を信じた永遠の命が与えられるというのは、その永遠に、本当にこう神様とともにこう過ごすことができるというのはね、本当に素晴らしいものを神様は備えてくださり、またそれを今日与えてくださったとっいうのを、本当に嬉しく思います。それとともにあの今日第一礼拝の方でこうで宣伝を受けられた方があってですね、本当にこう洗礼、宣伝、ある方がですね、 私が昔です、ね、洗礼を受けようと思ってたんですね、そしたらです、ね、ある男性の方が、ね、私に言ってきました、あの洗礼を受けたって受けなくても同じだからさっさと受けちゃえていうことを言ってきたんですね、で私あの、教会に来たばっかりだったんで、そんなもんかなって思ったんですね、その受,けても受,け受けなくても同じだからさっさと受けちゃえと。それで、どうなのかなって思ったんですね、でその時まあちょっと聖書から、ね、こう語りかけを受けるっていうのが、はまあこう やっっっとと分かってきたたようなところだったんですねそれで私、日本語の聖書と英語の聖書をこう両方読んでたんですけども、まあ、デボーションの箇所で、ね、こう毎日読んでたんですね。それで、まあ、一応、洗礼準備クラスっていうのを入れてもらえて、ですねそれで読んでたんですけども、洗礼準備クラスもその毎日毎,回毎週行われる感じじゃなかった、その牧師の方が、あのー、忙しくないときに読んで、ですねちょっと取っ,ってってやってくださるんだったんですね。 それで、その、読んでですね、え、久保田君、どうって言ってからそういう感じでですね。あの、そういう感じだったんですけども。で,で、デボーションの中でですね。えっと、ちょうど、あの。ロマ書の、えっと、六章、今日、秋元記者読んだ時。で、その、私の、書いてる聖書。えっと。英語の方はですね、なんか、こう。死んだ人が、こう、起き上がってるような、そういうような。あの、絵が書いてたんですね。それで。そこに、こう、読んでみると。 どうなのかっていうと、洗礼を通してね、古い自分にこう葬式を出して、そして、えっと蘇って、イエス様と共に歩む、新しい闇に入るっていうのが抱えてたんですね。それで、いや、あの受けても受けなくても同じだから、さっさと受けちゃえって言ったんですけどあの、教会に来てる人がですね、いや、そんな受けても受けなくてもいいん <laughs> じゃなくて、実はものすごい大切なんだっていうことが分かったんですね。だから イエス様を信じる前の自分に古い自分に葬式を出してそしてえっとイエス様を信じた新しい歩みに入るってことが,が宣令なのでだからああああものすごい意味があるんじゃないかってことが分かったんですねだからあのまあいろんな人がいろんなこと言うかもしれませんけれども聖書でねちゃんと確認するってすごく大切なんですねそれで私はあの宣令受けたんですけれども12月だったんですけれどもところがですねあの担当の人がですね あの私が洗礼を受けるっていうのを忘れてたんですね、それでその日、2人受けることだったんですけど、私はあの2人で洗礼準備クラス出てたんですけど、1人の方は洗礼、ね、を受けるっていうことは公にされてたんですけど、私はです、ね、あの言われなかったんで、やっぱりちょっと信仰が足りないから、私は受けることはできないのかと思ってたんですね。そしたらです、ね、なんか直前の 徹夜祈祷会ですね今回2人、宣伝者が与えられたことを感謝しますってその担当の人が言われて,てですね。で、そしたら私の名前も入ってたんですね、だからあよかったなと思って、ですね、えー、っとそれであの宣伝を受けることになりました、ただ、あのその受ける前にですね、えっと、言われたんで、宿題っていうかね、ね宿題は何かっていうと、イエス様を信じ,てから信じる前から今までのことをあの書きなさいっていうことだったんですね。それで、えっとまあ 会社員やってたもんでだから結局ですね土曜日の、えっと、海外選挙かなんか終わって夕方のミッションのいろんなのが終わった後にそれでファミリーレストランに行ってですね「エス様を信じてからですねあ信じる前から自分は一体どこか張っていったのか」ってずっとこう書いていったんですねそれで、えっとまあ、書くことが好きだったわけで。 50枚ぐらいこう書いてい書てったんですねそれ残しておいてもらいたかったですね担当者のもそれ出したんですけどまあどうせ捨ててでしょうけどねでも私ね書いてて分かったんですあ自分は変わったってイエス様を信じて信じる前からこうずっと書いていったんですねそれで書いていってそれでですねあの書いていうちにあ自分はやっぱり 信じて変わったんだなっていうのことがすごくよく分かったんですね。それでですね、まあ、それをその担当者の人に日曜日の朝に提出してですね、それであの宣伝を受けることができました。でそれで,です、ね、宣伝を受けてですね、やっぱりあのその時ね、本当に受けてよかったなと思うんですね。おそらくね、その時宣伝を受けてなかったら、私はここにいない, <laughs> いないんじゃないかと思うで。どう変わったかっていうとですね、あの宣伝を受ける前は、 えっとね、神様はいるのかいないのかっいうことを、ね、こう毎日こうやってたわけですね、いるのかいないのかっていうかね、ねもちろん教会に来てたし信じてはいたんですけどなんかいろんな出来事があるとですねあやっぱり違ったのかなとか気のせいかなとかねなんかまたそれを、ね、ずっとぐるぐるやってたんですけどもぐる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 る回ってたんですね、それでどこで変わったかっていうと、1つは感謝すること。 教会に来て、マーリン・キャロダーさんの本をですね、秋元牧師がですね、教会に来た時に一番最初に渡,さ渡してくださった本があの、マーリン・キャロダーさんの牧師中華の賛美だったんですね、この本を読んでみてって言われて、それで、まあ、それを、あのそれでですね、まあ、それを読んでみたわけですね、そしたら後半の本にこう、すべてを感謝しなさいって書いてるんですけれども、そのすべてを感謝する中でですね、 いろんな人の人生がねこう大きく変わっていって逆転していってるっていうのがた,たくさん証しがあったんですねでなんかこうあまりにもドラマチックでなんかこう嘘っぽいかなとかね思ったらいろいろしたんですねだけれども私はその時ですねもうなんかこうあることを思うとですね心がこうギリギリと痛むことがあってそれであこのギリギリと痛む痛みを一生持っていくのかなとかねこのことを思ったらギリギリと痛むで、そんなことを思ってたんですけれども えと私が変わったのはやっぱり一つは教会にあの所属したっていうか教会に通うことになったとそれとあとはやっぱり感謝ですねで私はあのエジプトのカイロに住んでました昔で会社員で、えー、とカイロに住んでたんですねそれでその時に、えー、と旅行でナイルクルーズの時に、えー、とシェアとナイルクルーズっていうのに参加した時に アメリカ人の家族と一緒になってそれがアポロ16号の宇宙飛行士のチャール・チュークとドティーさんと息子のトムその3人家族とですねなんかこうえっとまあわりと仲良くなったんですねそれで最終日にその私たちと一緒に過ごさないっていうようにドティーさんが言ってきてその家族アメリカ人の家族なんですけどもどこのダイエットは分かんなくてただアメリカ人の家族だなって思ってさつまいだからまあ,まあいいかっていうことで。 あの一緒に過ごしたんですねそれが実はあのアポロで月まで行って歩いた12人の1人のチャール・ジュークさんとその家族だったんですけども彼らを通してあのあの食事ね2回あの昼食と夕食を食べたんですけどあの手をつないでですねお祈りするんですねでその時に私は初めてあ彼らはクリスチャンだクリスチャンだから祈るんだっていうのが。 まあ初めて分かったんですね、まあ、私の知識はその程度しかなかったんですけどもでそれで彼らを通して本当に神様が本当にいるっていうのは初めて聞いてでその時はよく分からなかったんですけどもえっとエルサイムに行った時にまあ救われたんですけどもであの教会に所属してなかったんですねエジプトにいる時あるいは日本に帰っても教会に行くようにって言われてたんですけど。 あのパスターポール秋元、えー、さんの教会に行くように、パウラー秋元牧師の教会ですけれども、この教会なんですけれども、えっと、すぐに行きませんでした。で、なぜ行かなかったかっていうと、なんかちょっと誤った声を聞いてしまってですね、教会に行っても行かなくてもいい、あどっちがいいですかって聞いてみたら、行ったほうがいいですかって聞いたら、えっと、私に聞こえたのは、そういうように思ったんですけれども。 行っても行かなくてもいいっていうように聞こえたんで、行っても行かなくてもいいんだったら、行かないことに決めたってことで,で、すねあの日本に帰国しても教会に行ってなかったんですね。だけどやっぱりいろんな出来事があって、その中でですね、ドティーさんっていうチャイジュークの奥さんに電話して、ねやっぱりパスタ・ポール・秋元さんの教会に行くようにって言って、行ったんですね。それで、私はそれまでね、神様がいるっていうのは分かってたし、いたんですけれども、 神は本当にいるのかいないのかってずっと悩んでたんですね。教会に行ってなかったんで。だけれども、それがどこで変わったかっていうと、一つは、ちゃんと教会に通うようになったってこと。それからもう一つは、感謝。感謝はねあの、始めたところからやっぱり自分は変わったなって思うんですね。で、ね、それであのさっきの宣伝のと、ね、こに、一生懸命書いていったときですねあ昔だったら自分はね。 絶対ににこうういっったた時には,こうはしてなかったでもう例えばですね困ったことって大体だってあると思うんですけど困った時は、えー、っと昔はどうしてたかっていうと、まあ、それを困った時も何とか自分の力で何とかこう乗り越えていこう「a、え、い、ー、っていう感じでやってたわけですねだけども今は困ったことがあってもでも結局神様は助けてくれるかっていうなんかこう信頼感っていうのがなんかあってですねでそれでこう実際にあの祈って。 神様のの助けが具体体的に入っていくっていうのを体験し始めたので私もやっぱりその洗礼の時ですね「イエス様を信じる前からずっと帰っていった時に本当に確かに神様は生きておられてまたその神様と出会うことによって自分は変わったな」っていうのをねすごくこう思いましたで今日あの洗礼式があってですねあの洗礼を切られた方がいますけれども本当に洗礼は あのすごくね、祝福なんですね、それで新しい歩み、イエス様と共に歩む、新しい歩みに入ったということなのであの、本当に素晴らしいことだと思います。それで、あの先ほどの殉教政界っていうか、えーと、2月、今年は2月6日の月曜日に、えー、と長崎の西坂の方でですね、えー、とその殉教、まあ、26世紀の殉教の集まり、 集会があるということ、えー、とそういうのを、えー、と報告でありますけれども、えー、とつあ本当はね2月5日なんですねただ2月5日が日曜日なので2月6日にあの集会を持つっていう形になりましたそれで、えー、と私の知ってる限りでは西坂で集会を持つっていうのは多分初めて。 だから本当にね、あの導かで、ああ、自分も行きたいなってこう、ね、思ってる人はです、ね、ぜひ祈って見ていただきたいと思います。それで、えー、と26世人に関してですね、えーと、ちょっと話をしたいと思うんですけれども、えー、1597、よかったのかな、2月5日かな。 であの長崎の西坂で、えっと、イエス・キーストを信じる信仰のゆえにあの殺されたわけなんですね、目で、殉教なんですけども、であのこの篠塾自覚医師シャンセンターがスタートした当初から、神様が語っていることがあるんですね、それは何かっていうと、あなた方の歩みも26世紀のようになるということが語られているんですね。だからえっと、そういうい意味で,です、ねまあ、カトリックの 聖人であるっていう、えー、ではあるんですけれどもでも、えー、と彼らのこういろんな本とか見てみるとですね本当にこうイエス・キリストっていう方を信じて最後までこう歩み続けたっていうかねそういったところはですねあの本当に私たちが感動するところでもあるわけなんですね。それで、あのー、西坂に あの26世人のこう記念碑があるんですけれども、そこに書いている見言葉をちょっと開きたいと思います。えー、マルコの福音書の8章の31節、えー、マルコの福音書8章の31節それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、カイラに言われた、その後ですね。 誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいであのその記念碑にですねこの御言葉を書いてるんですねもう少しあの文語体になってますあの人をもし我に従わんと欲すれば、えー、こう自分を捨てこう従うべしとかなんかそういう形で書いてるんですけども26聖地の歩みっていうのはまさにこの えとマルコの福音書の8章31節に書かれているようにですね本当にこうイエス様の弟子となってで自分の命あの信仰を捨てなかったら殺されるわけなんですけれどもでも最後までその信仰を守り通してそしてこう十字架を追ってあのイエス様に最後まで従っていったんですね。そしてその 京都とか大阪の辺で捕まってから長崎まで、えー、と引き回されて殺されたんですけど豊臣秀吉が、ね、考えたのは何かっていうと見せしめのためにですねこうこう長崎にその当時もクリスチャンにたくさんいたんでその引き回してそして殺せばみんなあの怖がってですね信仰を捨てるだろうとそういうように考えたんですねところが、ね、逆だったんですね彼らの生きた信仰を見てそしてですね あの今まで隠れキリシタンという形でこうこう逃げてあの隠れていたクリスチャンも自分もクリスチャンだから捕まえてくれというようにねその、えー、と26世紀が殉教した後に、ね、どんどん出てきたってこと逆にこう増えたということですねそれで西坂でですねそのデドービコ茨城とアントニオですかねその3尾を十,十字架上で,です、ね、十字架に配付けになったんですけどそこで3尾をあのした時に。 その声がこう西坂の丘にばーっとなんかあの流れていって3,000人ぐらいですかね一緒にこう賛美したとかで小さな長崎のリバイバルが起きたってことを言われてるんですねだから本当ねあのその西坂であの今回ですねそういう集会が持てるっていうのは本当に特別なことだなと思ってすごく嬉しく思っています。喜びののの声を上げるっていうのが今年の御言葉 大歴代史二十章二十二節に書いてますけどなんかその喜びの声を上げていくっていうことで、ね、きっとあの集会でも賛美の声をねこう特にこう捧げるっていうことだがねあの導かれるんじゃないかなと思いますけどもあのすごくです、ね、その時に楽しみですね秋元師もよく言われているのは西坂で賛美をすると特別な臨在がある。 ということを、ね、昔から言われてたんだ,だから私たちはですね西阪に行ってよく結構そこで西坂でこう歩きながらでも賛美したりとか結構してるんですけどもあ本当にねなんかやはりあのコロッセオってイタリアであのたくさんのクリスチャンが、えー、とライオンに食われてそれで殺された殉教の場所がありますけれどもあのコロッセオもねやっぱりなんかこう 特別だな何、ね、かこうコロッセオとこかに行って祈ったりしたことがあるんですけどもその時にねこう,こうバーッとなんか明るいんですねすごく天に開けてる感じででなんかこの感覚っていうのはどこかで感じた感覚だなと思ったらその西坂でねあ似たような感覚があったなと思ってそれがなんかもうバーンともっと開けてるようなそういう感じだったんですねそれで、ねえー、昔ね。 えっと、イスラエルチームっていうのがあった第7イスラエルチームっていうのがあったんですけどもその時ですね、えっと、私も初めてコロッセオに行ったんですけどああいう感覚は初めてなんですけどもコロッセオに近づいていく時になんかねあのうまく言えないんですけど空間がねじれるようなすごい臨在があったんですねそれで一体これは何だろうかってみんなねそういう感じなんで夜行ったんですけどもローマに着いてでコロッセオに向かっている時に。 でその時ですね本当にすごいなんか臨済があってそれで一体何があるのかなと思ったらコロッセオだったんですね。でコロッセオは何があるのかというとただ、十字架が1本立ってただけなんですね。最近なんかエレベーターができたらしいんですけども本当にそれしかないんですね。だけどそこで多くのクリスチャンが最後まで信仰を守り通してです、ね、手にかえていったんでやっぱり特別な場所っていうのをねあのそれをあの本当にあの思います。で 西坂もやっぱりそういった、まあ、26世人だけじゃなくて600人ぐらいの人が殉教したってことが言われてますけれども、あの地域で、でもやっぱりそこで本当に多くの人が天に帰っていったっていうところは、やっぱりあの特別なところだなと思いますので、ぜひ、導かれてと思っている方はですね、参加していただきたいと思います。それで、えー、と聖書に入ってきききまますののの働きの16章節、えー、節から25節を、えー、開きました それあのこれはどういったところかというと,、えー、とパウロとシダスがですねであのイエス様に従って宣教していったわけですねでその中でですね、えー、と16章の、えー、16節に占いの例に仕えたあの若い女奴隷がいてでそれでですね、えー、18節 でイエス・キリストの皆によって明治この女から出ていけというように占いの霊に仕えた女からその占いの霊を追い出したんですね。で神に従って良いことをしたわけですね。ところがですねどうなったかっていうと22節群衆も二人に反対して立ったので,でどうなのかっていうと長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて。 監修には厳重にバンをするように命じた。で、儲ける望みがなくなった。その人が訴えれて、で、群衆もそっち側の方について、で、結局どうなったのかっていうと、パンウッドとシラスはえっ、ー、と鞭打たれて奥の牢屋に入れられたっていうことですね。で、あのパッションっていう映画を見られた方は分かると思いますけど、あの鞭打ちっていうのは、あの、ちょっとね、生易しいものじゃなくて、ものすごくですね、痛い。 痛いといとうだけじゃなですよ、ね、だからあのこの「パウロとシラス」はですね「ムチ打たれた」って書いてますけれどもさらっと書いてますけどものすごい痛かったと思うんですねで神様に従ったわけですねそして宣教しに行ってで悪霊を追い出していいことをしてるんですけれども捕まって鞭チ打たれて奥の牢屋に入れられたわけですねこの命令を受けた監視は2人を奥の牢に入れ足には鹿線をし 欠けたって書いてます。で、あの奥のどうやって臭いし、暗いしで、しかもズキズキと痛む。そういう状況だったと思うんですね。で、で時間は前夜中頃です。25節で、じゃあパウロとシラスはこの状況の中で一体何をしてたかってことですね。で、あの一体何をしてたで、多くの人がね。そういった状況だったら、なんでこんなことになったんだろうか。ってこう思うような状況だと思うんですね。 自分は神様を信じて従って選挙に来てで悪霊を追い出して神の前に正しいことをしているにもかかわらずなんでこんなことが起きたんだろうかということが,が起きているわけです。逆ですよね。なんでこんなことが起きたのか神の前にちゃんとやっているにもかかわらずこんなことが何で起きたのかなということがあるんですね。でその時ですねパオロとシラスは真夜中頃何をしていたかっていうとこう書いてます。25節。真中頃パウロとシラスが神に祈りつつ でパウロとシラスはね「んでこんなことになったんだ」とかね「ブツブツブツ」とかねあるいは「痛い痛い」とかねまあ痛かったと思うんですけどそういう言葉ではなくてその中で神にお祈りをし賛美の歌を歌っただからお祈りっていうのはやっぱり感謝の祈りをしたと思うんですねだからパウロとシラスはその「んでこんなことが」っていう状況の中で神様に感謝を捧げそしてその中で賛美の声を捧げたんですね。 ですねでどうなったかっていうと他の囚人たちも聞き入っていたっていうようにその時に神が働いたんですねで私たちの歩みの中においてもなんでこんなことが起きたんだろうかっていうことは実はですねあるんですねあるどころかあの毎日のようにねやっぱりこういろんなことがありますよねそれどころかクリスチャーになったらねサタンがですねぶつかってくるので なんでこんなことがあっていうことが、まあ、実はですね頻繁に起きてくるわけですね。でその時にねどう対応するかっていうことによって全く変わってくんですね。でパウロとシランスはどうしたのかっていうとなんでこんなことが起きたんだって言った時にねあどうしてだっていうような形でつぶやいたりあの嘆いたり落ち込んだりではなくてですねその中でなんでこんなことが起きたんだって言った中で でパオとシラスはその中で神様に感謝を捧げそして神様に賛美を捧げたわけですねでその時に神が働いたんですねだからこの私たちの歩みの中でなんでこんなことあっていうのはあの起きますだけどその時にどう対応するかによって全く違うんですねそしてですねどうなのかっていうとその時にやっぱり感謝と賛美の対応を彼らは取ったわけなんですけどその中でどうなったのかっていうと 23節監守は、えー、その世、時を移さず2人を引き取り、その内ち傷を洗った、そしてその後ですぐ、えー、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた、それから2人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだと書いています。ね これも神様の計画のうちだったんですね。計画のうちだったんですね。私たちも神様に従っていく道の中で、誰にも理解されなかったりとか、あるいは、ね、逆に批判されたりとかね、なんか、神様にさえ忘れ去られたように思えるようなことがもう実はあるんですね。だけれども、最後まで感謝と賛美を続けていったらどうなったかっていうとですね、ファウルド・シラスはね、 分かったんですね看守と看守の家族全員がイエス様を信じてそしてですねバプテスマを受けた宣伝を受けてって書いてますねそれだけじゃなくてこの牢屋にいたですねあの囚人たちがみんなねあのパウンドシラスがですねお祈りをしまた賛美を捧げた時に聞き入っていたって書いてます神様が働いたんですねで結局どうだったのかというと神様が そのパウロとシラスを通してこの牢屋の中においても電動をなしまた監視と監視の家族を救いそして監視と家族に洗礼を授けたいっていうそういう計画があったんですねそしてその計画のためにパウロとシラスはこのねあのなんでこんなことって普通は思うような状況の中に投げ込まれていったんですねだけどそれは最後まで見ると分かるのは実は神様はパウロとシラスを通してですね栄光を表そうとしてたんですねであの 私たちも似たたようなことがあります私たちもです、ね、神様に従っている道の中にいてもです、ね、なんでこんなことが起きたんだろうかということが実はね、あるんです。ない,ない,ないでほしいんですけどでもあります。で、絶対に全員あります。で、なんでこんなことが起きたんだろうかということがあります。もううすでにあるっていう人はあの おられると思いますけれどもないないと思っている人もこれから <laughs> 起きてきます。でもそれは何のためかって言うと私たちを通して福音を伝えるためです。私たちを通して救いを見させるため、また洗礼を授けるため、いろんなことからを許すわけですね。で、私たちはじゃあその時にどう対応したらいいかって言うとねバカの一つ覚えて言われるかもしれませんけれどもその。 なんでこんなことがあって思ったときに、その中で神様を褒めたたえ、賛美を捧げていくって言葉を実は神様はそれを望んでるんですねえ。そんなことできないってね、理性が働いてできないっていう人がいるかもしれませんけれども、違うんです、聖書が言ってる言葉は正しいですから、す、ね、べてのことについて感謝しなさいってありますよね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、第一手作業の記5章に書いてます。で パウド・シラスがやったのはそのことでしょ。26世人のルドビコ・イバラキとアントニオがです、ね、十字架布上になしたのを賛美でしょ、神様。褒めたたいたので。その時にね、無駄だったですか、カイラの賛美は。違いますよね。カイラを通して多くの人々が福井に触れ、またイエス・キリストを信じる信仰の素晴らしさに触れ、たくさんの人がです、ね、この神様に立ち返って、小さなリバイバルが。 その時にに起起ききた、た長崎に起きたってことこが言われてます。だから聖書の言葉っていうのは常に正しいわけですから聖書に書かれた通りですねあの26世人たちが褒めたたえていった時あるいはパウロとシラスが獄中においてでも獄中っていうのも面白いですねあのマイナスじゃないですか獄中っていうのはもう最悪の状況じゃないですかで最悪の状況の中で主を褒めたたえる言葉を神様は特別に喜ばれるんですね。 だから皆さんの中で,ですね、もう最悪だって思っている人はひょっとしたらいるかもしれませんけれども、その最悪と思える状況の中で、神様を褒めたたいているときに、神様はその心を見てくださって、またその賛美と感謝を受け取ってくださって、ですね、素晴らしいな梨子さるんですね、今年の御言葉に第2歴代史20章ですけれども、女子アパティたちですね、彼らどうだったのかというと、もう最悪でしょ。 ねえねえ神様を信じて従っている国でしょ、ユダの国にもかかわらず敵が押し寄せてきて、おびただしい敵が大軍でやってきて、国がそ存亡するあのもう滅びるかもしれないというところまで追い込まれたわけでしょ、その時に彼らはどうしたのかというと、弱くされたんですね、でも本当に神様にすがるしかないという、神様にすがったわけでしょ、ヨシアパティだけじゃなくて、みんながすがって祈ったわけでしょ、助けてくださいと言いましたね。 そして、神様の予言を通しての指示によって、賛美隊を立って,て賛美の声を上げ始めたときから働いたんですよ。だから、私たちもですね、もしね、これ、パァウド、ね・シラスが痛い、痛いっていうのをね、こう黙ってですね、こうずっと言ったらですね、きっと何も技は起きてないと思います。彼らが獄中の中で賛美の声を上げ、また感謝の声を上げた、そこから働いたんですよ。 喜びの声、賛美の声を上げ始めたところから働いたんです。聖書の原則っていうのは生きて今でも働いています。だから私たちもで26星人もやっぱりですね。あそこであの長、あの京都や堺の辺からこう。長崎まで引き回されました。けれども、その中でやっぱりね。あの喜びを忘れなかったとかね。で、十字架の上にかけられた時においても賛美を捧げたんでしょう。その時に主が働いたんですね。 だからあの、繰り返し神様、ことし語ってます、私たちが賛美の声を上げなさいとで、喜びの声を上げなさい、で、いつ、じゃあ上げたらいいのかっていうと、いつも長きなんですけど、特に、特にですね、最悪と思える状況、なんでこんなことが起きてしまったんだとか、今が一番つらいと、もう本当につらくてしょうがないって思ってる人、その時にですね、 賛美の声を捧げるんです、ね、もうそれはもう,こう,もうなんかこう言葉にならないような賛美かもしれませんだけどその心を神様見てくださりその賛美の中でですね素晴らしい技がね起きていくんですねだから私たちはその一回一回賛美を声を上げ喜びの声を上げるたびにですねきっと神様なんかしてくださることを期待していいんですねこの首都行伝の16章の中でですねパウロとシラスが 中中の中真夜中ごですね、賛美の声を上げましたねで、感謝の声を上げましたね、何も起きませんでした。ではなかったですね、大逆転が起きて、奇跡が起きて、神の技が起きてるんですねで。というのは、一つはね、あのー、詩篇の22編に書いてますね、あのー、イスラエルの賛美の中に住まわってくださっていると、私たちの神様。だから、賛美を捧げるだけで、その時にそこに神様がご臨在してくださるっていうのは、 あの理屈でも分かるわけですね。だけじゃなくて特に神様が喜びの声を上げるように賛美の声を上げるようにって今年言ってますので意識してですね私たちは賛美の声を上げ喜びの声を上げていきましょう。どんな時でしょうか辛い時もう嫌な時投げたい時さっきの歌じゃないですが逃げたい時その時で賛美の声を上げる時ですね主が働いてくださいます。 でそれを、ね、今年あの繰り返し神様が語ってくださっていますので、ぜひですね、あの共にです、ね、喜びの声、賛美の声をです、ね、上げていきたいと思います。その時ですねどれだけ神様が大きな、ね、奇跡を表して、技を成して、で私たちの,のこう思いもつかないような、ね、ことを成してくださるかというのをね、あの共に見てあの、神様に感謝を捧げていくことになると思いますいますすお祈りりし様あがとうございます。 あなたが感謝と賛美を通して大きな技をこの聖書を通して私たちは見ることができます。同じように同じ神ご自身が、神様ご自身が私たちがこの念頭に語られた御言葉に立って喜びの声、賛美の声を上げ始めた時から神様が大きな技を成してくださることをありがとうございます。どうぞ、私たちがどうぞ辛い時、落ち込んでいる時、逃げたい時、い自分自身が嫌になっている時、 泣きたいとき、情けないとき、そういったときにこそ、本当に神様に賛美の声を上げ、また感謝の声を捧げていくことができるように、どうぞ助け道い行ってください。そのとき、パウロとシラスが体験したようなあなたの奇跡を私たちも今も体験することができることを信じ、感謝します。また、どうぞ、えー、特に疲れている方々に主が触れてくださり、本当にこう、 落ち込んでいる方々にも主が触れてくださり本当に賛美を通してお一人お一人を強めてくださりあなたの生きたごご自身を体験していくことができるようにどうぞ助け導いてくださいイエス様の名前によって祈りますアメンそれでは短く癒しの時にお祈りをしたいと思いますえっとまずですね共にえっと短くお祈りしたいと思います えー、罪があればですね、それを神様の方に告白していただきたいと思います。それではお祈りしたいと思います。アイスレイ様、あなたがエフオバラファー癒し主であることを感謝します。あなたがこう私は主あなたは癒すものであると語っておられ。 また十字架において私たちの病をすべて追ってくださったことをありがとうございます。今、そのあなたの十字架を見上げます。主がどうぞ一人一人の病んでいるところに今触れてください。そして今、あなたの癒しを表してください。イエス・キリストの皆によってその病に命ずる今癒されよ今癒されよ今癒されよイエス・キリストの皆によって病を今癒されよ今癒されよ今癒されよ なんかこう胃が痛いっていう人に主がこう今、触れてくださっています。えー主,えー、主がその胃をあの今、触れてくださっていますので、その癒しを受け取っていただきたいと思います。またこうなんか耳鳴りがするっていう人に主が触れてくださっています、えー。その耳鳴りに命ずる、今癒され4、今癒され4、普通に聞こえるようになれ。イエスキやス気者、普通に聞こえるようになれ。えー、なんかこう喉が痛くてこう、なんかこう、もう。 ジカジカと痛んでる人に死が増えてくださってます。イエスキースとにあってその喉の痛みに今命ずる、今癒されるよ。喉の痛みに命ずる、今癒されるよ。喉の痛みに命ずる、今癒されるよ。喉の痛みに命ずる、今癒癒されよる今癒されよ えまたこう、なんかちょっと熱が出始めているような感じの人に死が増えてくださってます。死、えーえー、をどうぞその方に触れてください。その,あこの熱を平熱にしてください。イエス・キリスト様のなに命めずる熱を平熱になれ。熱を今平熱になれ。天様,様、ありがとうございます。今一人一人の病んでいるところに触れてくださり、またあなたの癒しを感謝します。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは、三味の時を再び持ちたいと思います。